織田軍の戦いワースト5。信長の軍勢も無敵ではなかった。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は織田軍の戦いワースト5について紹介していこうと思います。上洛以来たった14年で事実上の天下人となった織田信長、彼の軍勢は敵を圧倒し無敵を誇っていたかに思えますが、実はそうではありません。桶狭間や長篠のように干渉した合戦がある一方で、敗北を喫したり苦戦を強いられることも珍しくはなかったのです。勝敗数をトータルで見ると68勝20敗6分けとなり、勝率は7割ほどでした。今回は織田軍の戦いワースト5と題し、敗北または苦戦した戦いをピックアップしていきたいと思います。とはいえ信長は晩年になるほど戦場へ出なくなっていますので、織田軍団の戦いとして見ていきましょう。第5位、まさかの袋のネズミに信長命からがら逃げ帰る、金ヶ崎の軒口。永禄11年、1568年、信長は足利義昭を擁して上洛、衰えた幕府を再興させました。ところが越前の朝倉義昭は上洛要請を受けるもこれを無視。そこで信長は永禄13年1570年に若狭攻めを装って越前へ攻め込みます。若狭から越前へ入った織田軍は敦賀へ進攻して金ヶ崎城を攻め、上将の朝倉景常を降伏させて拠点を確保しました。さあこれから一条谷へ進軍という矢先、信長は木の目峠に差し掛かったところで思わぬ知らせを受けるのです。それは義弟の浅井長政が裏切ったというものでした。信長が事前の了解なしに朝倉攻めはしないという約束を破ったためなのか、それとも家中の新朝倉派を抑えきれなくなったのか、理由は判然としませんが、長政は軍勢を率いて織田軍を挟み撃ちするべく北上を始めたのです。信長は撤退を即断し、明智光秀や木下秀吉らをしんがりとして残しました。そして自らは若狭から近江を抜けて脱出するルートを取ったのです。途中古勢の山間部を治める朽木元綱の動向が気がかりだったものの、これを説得してなんとか通過に成功。それでも京都へ帰り着いた頃には信長に従う兵はわずか十数騎だったといいます。一方しんがりとなった部隊ですが、光秀や秀吉の他に池田勝政という武将がいました。光秀と同じく幕府の名代として戦いに加わっていたのですが、実は勝政がしんがりの総大将だったという説もあります。秀吉よりも身分が高く3000の兵を率いていたといいますから、おそらく実際に戦いを指揮したのは勝政だったのでしょう。朝倉軍の追撃は激しかったものの、これをなんとか防ぎきり、ようやく京都へ帰還を果たしました。越前攻めは完全な失敗に終わり、朝倉は息を吹き返しました。そして信長のリベンジマッチである姉川の戦いへと進んでいくのです。第4位、竹中半兵衛の知略が炸裂、新加納の戦い。永禄3年、1560年、桶狭間の戦いで大勝利を収めた信長は、弱体化しつつあった今川氏の俗情を次々に落として地方を固めます。そして次なる目標としたのが隣国の美濃でした。美濃国主斎藤義達が亡くなったことで大きなチャンスを得た信長ですが、簡単に攻略できるほど甘くはありません。後を継いだ辰沖に器量がなくとも支える家臣たちが有能だったからです。森部の戦い、十四条の戦いと幸先よく勝利を収めた信長でしたが、ここで大きな敗北を喫することになります。永禄6年、1563年、稲葉山城を攻略するべく木曽川を渡った織田軍6000は周辺を放火しつつ進軍。一方斎藤軍は
牧村半之助、比嘉の広貞ら2000が稲葉山から出陣します。また別動隊として永井道俊率いる1500が進み、そのまま森影に散らばって伏兵となりました。やがて新加納に陣を敷いていた牧村隊は織田軍の先陣池田恒興の部隊とぶつかります。すると牧村隊は負けたふりを装って後退。それを見た織田軍二陣の森義成までが攻撃にかかったのです。しかしこれは巧妙な罠でした。牧村隊に続いて比嘉の隊が後退を始めると、これは勝ったも同然とばかりに信長率いる本陣も追撃に加わったのです。ここで永井道俊が率いる別動隊が一斉に飛び出し、前方ばかりに集中していた織田軍に襲いかかります。四方八方から奇襲を受けた織田軍は混乱に陥り、もはや防戦どころではありません。軍勢は回乱状態となって我先にと逃げ出し、信長自身も結露を切り開いてようやく脱出するありさまでした。織田軍の死傷する者は数知れず、方法の体で撤退したといいます。斎藤軍が繰り出した十面埋伏の陣という作戦は、後に名軍師と呼ばれた竹中半兵衛が考え出したものと伝わります。さて、惨敗を喫した織田軍を追撃するべく夜明けを待っていた斎藤軍ですが、稲葉山の方角に点々と松明が灯っているのを見つけました。さては織田の別動隊が稲葉山を伺っているのでは。そう早合点した斎藤軍は陣を引き払って続々と引き上げていきました。そのおかげで信長は無事に帰陣できたといいます。松明を灯したのが実は木下藤吉郎だったという逸話が残っていますね。第3位、村上海賊の実力を思い知らされた敗戦、第一次木津川口の戦い。上洛を果たし足利義昭を将軍に据えた信長でしたが、次第に両者の関係は不和となっていきました。義昭は周辺の勢力に呼びかけて包囲網を形成し、信長はたちまち苦境に陥ります。しかし最大の敵といえる武田信玄の死によって状況は信長有利へと移っていくのです。天正元年1573年に浅井朝倉を滅ぼし、翌年には長島一向一揆を潰し、天正3年1575年には長篠の戦いで武田勝頼を打ち破りました。それでもなお畿内では大阪本願寺が粘り強い抵抗を続けており、心を寄せる勢力も少なくはありません。大阪本願寺の存在が信長にとって大きな悩みの種となっていたのです。天正4年1576年に起こった天王寺の戦いでは信長が負傷するほどの激戦となりますが、織田軍の勝利に終わりました。一方敗北を喫した本願寺はもはや打って出るだけの余裕がなくなってしまいます。もはや本願寺から攻めかかってくることはあるまい。そう考えた信長は本願寺の周囲に数え切れないほどの付け城を築いて封鎖作戦に出ました。陸の付け城だけでなく海からのルートも厳重に封鎖された大阪本願寺はたちまち苦境に陥ります。そこで重い腰を上げたのが中国の雄毛利氏でした。毛利の配下である村上海賊を押し立てて海から物資を搬入しようというのです。やがて輸送船団数百艘と護衛の任につく村上海賊300艘が大阪湾に姿を現しました。一旦貝塚に着いた船団は雑賀水軍と合流を果たし、本願寺にほど近い木津川口を目指します。一方これを阻止するべく動き出したのが佐久間信盛帰化の丹の輪衆をはじめとした300艘の織田水軍でした。織田水軍は河口を守るために横方向に広く展開して敵を待ち構えます。一方村上海賊は縦列になってこぎ入れてきました。その指揮官となったのは村上元義で、この時まだ24歳。しかし巧妙かつ連携の取れた作戦で次々に攻撃を繰り出すのです。
まず猛烈なスピードで織田水軍の陣形を突き破ると、大量の矢による援護射撃が始まります。ついで宝禄船が敵船の近くにこぎ寄せて、小型焼夷弾である宝禄玉を次々に投げ入れました。もちろん敵船は炎上して大混乱、兵たちは戦うどころではなくなり、たちまち戦意をなくしたといいます。敵の武者船を排除すると、次に大きな畑船を味方の船で取り囲みました。そして船をぶつけて横につけ、兵たちを次々に乗り込ませたのです。こうして数えきれないほどの船が炎上する中、総大将真鍋貞友や沼の伊賀が討ち死に、織田水軍はほぼ全滅という惨敗を喫しました。新朝後期の中でも、西国より大船を催し、傷浦船戦、歴々討ち死にのこととして完膚なきまでに敗北したことが記述されています。そして陸では本願寺方の砦から一騎勢が出陣して佐久間信盛と戦っています。激戦の後に佐久間勢を排除した一騎勢は輸送船団を迎え入れ、無事に物資の搬入を果たしたのです。一方信長は知らせを受けると、自ら出陣するべく準備を進めていましたが、その前に味方の敗北を聞いたために手段を失いました。しかしこの敗戦を契機として、信長は村上海賊に対抗できる鉄鋼船の建造を命じました。そして2年後、再び相まみえた時には、見事なリベンジを果たすのです。第2位、謙信強し。鬼柴田といえど惨めな敗北に終わる手取川の戦い。織田軍が村上海賊との戦いで惨敗を喫した頃、北陸方面では大きな情勢の変化を迎えていました。そこにも足利義昭の存在が大きく関わっています。義昭は信長との戦いで苦戦に陥っている本願寺を助けるべく、越後の龍こと上杉謙信を動かしたのです。ちなみに謙信と北陸一向一揆は長年にわたって対立しており、元亀3年1572年に起こった尻垂坂の戦い以降、謙信が戦況を有利に進めており、越中をほぼ手中に収めていました。やがて東から上杉、西から織田が攻めてくるに及び、一向一揆はすっかり勢いを失ってしまったのです。そこで義昭は自ら仲介役となり、大阪本願寺の謙虚と謙信との間で和睦交渉を進めました。義昭とすれば、将軍が京都へ戻れないのは信長のせいだと焚きつけ、謙信が持つ強大な軍事力を当てにしたのです。謙信は秩序を大切にする人ですから、すぐさま義昭の求めに応じます。とはいえ、加賀から越前を抜けて京都へ向かうには、能登半島にいる畠山氏の存在が邪魔でした。重心が新織田派と新上杉派に分かれており、もし放置しておけば補給ルートが脅かされる恐れがあったのです。そこで謙信は先に能登七尾城の攻略を優先することにしました。天正4年1576年に七尾城攻略に向かうも落とせず、翌年になって再び大軍で攻めかかります。七尾城危うしの方に接した信長は、すぐさま北陸方面司令官である柴田勝家に、援軍として七尾城を救援せよと命じました。また丹羽長秀、滝川一益、羽柴秀吉らそうそうたる織田重臣らが与力として加わり、4万の大軍が北陸へ向かったのです。一方七尾城では7月の暑さが加わって疫病が広まり、幼い畠山春王丸までが亡くなってしまいます。やがて上杉に寝返った遊佐継光によって、主戦派の長継綱伏が殺されるに及び、七尾城はついに落城しました。そうとは知らない織田軍はさらに進軍を続け、加賀まで進んできました。ところが勝家と共に進んできたはずの羽柴秀吉が勝手に戦線を離脱して帰ってしまったのです。勝家といさかいを起こしたとも伝わりますが、結果的にこれが織田諸将の輪を乱す結果となりました。
織田軍の接近をいち早く察知した謙信は素早く軍勢を動かして南下し、松任城へ入ります。やがて織田軍は手取川の渡河を終え、川岸を背に陣を敷こうとしました。しかしこれが命取りになります。どんなに強い軍勢でも川を渡り切った時点では無防備になるもの。謙信はこの機を逃しませんでした。謙信は歩兵の到着を待たずして牙のみで織田軍に突っ込み、激しい攻撃を繰り出します。一方、奇襲を受けた織田の将兵は士気が低かったこともあり、たちまち混乱をきたして逃げ場を失いました。勝家は防戦を諦めて全軍に撤退を命じるものの、後ろは増水した川です。闇雲に川へ身を投げては溺死する兵が相次ぎました。この戦いで織田軍は数千に及ぶ死傷者を出し、織田 vs 上杉の最初の戦いは惨めな敗北に終わったのです。この戦いの様子を表した落首が残されています。上杉に大手は織田も手取川、跳ねる謙信、逃げる飛長。結果的に加賀から越前へ勢力を伸ばした上杉でしたが、やがて謙信が急死したことによって勢いは衰退していくのです。第1位、多くの家臣が討ち死にした泥沼の戦い、長島一向一揆討伐戦。信長が最も手を焼き最も苦しかった戦いといえば、間違いなく長島一向一揆との抗争でしょう。元亀元年1570年、大阪本願寺の権力から激分を受けた願昌寺の将尉は長島一帯の門徒たちを蜂起させました。そして長島城を拠点として織田に対して牙を剥くのです。まず標的となったのは信長の弟信興がこもる古紀江城でした。すでに織田軍は野田福島や宇佐山の戦いなどで謀殺されており、信興を救援する見込みはありません。なんとか防戦する信興でしたが、収穫適せず自陣。信長は宇佐山で散った信春に続いて弟を失ってしまったのです。復讐の念に燃える信長は翌年になると5万の大軍を率いて尾張津島へ着陣。軍勢を3つに分けて進撃させました。とはいえ長島は木曽三川、長良川、揖斐川、木曽川が流れ込む河口部にあたり、攻め込むには難しい要害の地です。指物信長も周辺の村々を放火するにとどめ、軍勢を引き上げさせようとしました。ところが下妻雷丹率いる一騎勢は巧妙でした。素早く背後に回り込み、撤退してくる織田軍を待ち伏せしたのです。狭い山道を通過する部隊は鉄砲や矢で狙い撃ちにされ、さらに一騎方の兵がどっと押し出してきます。思わぬ反撃に織田軍の損害は大きくなるばかりでした。そもそも一向一騎は数を頼んで平押しする戦法を得意としていました。ところが長島の一向勢は周到に作戦を練り、織田軍の弱点を狙って攻撃してくるのです。勝手の違う戦いに織田の諸将は戸惑い、各所で敗戦を重ねていきました。佐久間信盛の部隊は何とか危機を脱するも、しんがりを受け持っていた柴田勝家はピンチに陥ります。柴田隊はなおも踏ん張って押し返すものの、ついに勝家が負傷して交代し、ついで氏家牧前がしんがりの役目を引き継ぎました。ところが乱戦の中で牧前までが討ち死に。大きな犠牲を払った割には何の成果もない討伐戦となったのです。そして天正元年1573年、浅井朝倉を相次いで滅亡させた信長はその勢いを買って再び長島へ攻め寄せます。信長は大垣城を立って太田城へ進む一方、佐久間、丹羽、羽柴らの先遣隊は北伊勢の西別所城を攻略。別行動を取っていた柴田勝家と滝川一益の軍勢も堺城を攻め立てて降伏させました。現在の桑名周辺にいた一騎勢を打ち平らげ、いよいよ長島攻めに取り掛かろうとした矢先、思わぬ齟齬が起こります。
かねてより次男信勝に船の調達を命じていたものの、この段階になっても入手できないままでいました。もちろん船がなければ長島へ渡ることなどできません。長島攻めを諦めた信長は矢田に砦を築かせて滝川一益を入れ、撤退の準備に取り掛かったのです。しかしやすやすと返してくれる一騎勢ではありませんでした。織田軍撤退の情報を得ると、伊勢と美濃の国境にある養老山周辺に軍勢を先回りさせ、信長の本陣を待ち伏せしたのです。この辺りは大変な難所で、谷筋に細道が通っているばかりの地形でした。一騎勢の中には伊賀や甲賀からやってきた弓の名手もおり、信長たちの通過を手ぐすね引いて待ち構えたといいます。やがて信長がやってくると、銃弾や矢が一斉に放たれました。次々に撃たれていく織田の兵、そして信長を守るべく本陣の兵たちが立ちふさがります。そして昼過ぎから戦場は大粒の雨となり、鉄砲が使えなくなったために壮絶な白兵戦が展開されました。信長は幾度もピンチに見舞われますが、林道政にしんがりを命じてなおも前進。道政は信長を逃がすべく奮戦し、そこで撃たれたといいます。家臣たちの犠牲もあって、ようやく難を逃れた信長は大垣城に到着し、翌日に岐阜城へ戻りました。まさに命を落としかねない危機一髪の状況だったのです。二度までも苦杯をなめた信長は、まさしく復讐の鬼と化しました。その翌年、大軍をもって長島一向一揆を叩き潰し、一騎勢を根絶やしにしたのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。